中日山本、新庄監督はいろんな作戦や、頭を使う野球をするので楽しみ。中日から日本ハムへトレード移籍する山本拓実の投手が二重化、名古屋球場とバンテリンドームで、仲間へ最後の挨拶を行った。山本は予想はしてなかったのでびっくりした。腕がちぎれるくらいの覚悟でやっていきたい。どんなチャンスも掴んでやると、みなぎらせた。新たな指揮官となる新庄監督にはいろんな作戦や頭を使うような野球をする印象。そういう野球は大好きなので楽しみと対面を心待ちにした。何が言いたいにゃおん。ニコニコで荷物をまとめる写真上がってないからセーフ。含みのある言い方だな。手足使っちゃあかんか？軍事が一番特に悲しそうじゃなかったな。あの笑顔の写真見たらそらもうね。何が言いたいんだよ。お前変わらんかったな。マジレスするなら今のハムは右のリリーフが薄いから山本くんは需要ありまくると思うで。そら中日でだってあったんや。じゃあなんで出してんだよ。今の監督がそうではないみたいな言い方やな。まるでキックボスが頭使ってないような言い方するやん。当たってるけど足を使ってベンチを威圧している模様。確かに立浪は古臭くデータを水左右病とバント中毒者で選手運用もズボラの上に自分の好き嫌いで選手を決めるキックボスだけどミスタードベゴンズとして客入り頑張っているんだぞ。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のコメントお待ちしております。